FX の学習のパート2後編になってきます。引き続き、よろしくお願いします。でまず皆様が覚えなきゃいけないところがこの後編で、並んでるわけなんですけども、学習項目です。それぞれ検索してどういう意味なのかってことを調べていきましょう。で私が FX の勉強会をするときはこちらの方を細かく噛み砕いてお話していきます。今回は PDF の放送になりますんで、それぞれはご自身で調べるというね課題を出しておきます。まずね覚えておかないといけないのがロウソク足。これロウソク足がどういうものなのか、どういう特徴があるのかってことを覚えておいてください。次ダウ理論ですよね。ダウ理論ってのを人に説明ができるレベルで理解しておいてください。移動平均線、いろんな移動平均線の概念がありますけども、こちらの方も検索して意味を調べておく、もしくは分からなければ質問を分かる人にしていくってことが大事になってきます。次レジサポーラインですよね。これがですね買いとか売りを決める大きな指標になってきますので、レジサポラインは必ずマスターしておいてください。次プロスペクト理論、これはですね投資家さんの心理のことです。もちろんあなたの心理のことでもあります。プロスペクト理論をきちんとマスターすることによって、これに巻き込まれないように相場に向き合っていきましょう。次がフォーメーション分析ですよね。トレンドが形成されたらね、いろんなフォーメーションっていうのを引いていくことになります。私の場合は赤いラインで引くことが多いんですけども、これができるようになるためにどうすればいいかってことがフォーメーション分析によって語られております。次マルチタイム分析、こちらもですねこれをコピーして Google で検索して、マルチタイム分析って何なのかなってご自身で理解するようにしてください。次は有名なエリオット波動です。エリオット波動をマスターするとかなり相場が見やすくなります。私はまだマスターしておりません。というよりも使ったことがありません。ですので私もエリオット波動につきましては不得意分野ですんでね、これから克服していこうかと思います。次通貨強弱ですよね。 FX ってのは私がやってるみたいに必ずしもドルと円の組み合わせだけでできてるわけではないんですよ。ユーロってものもありますしね、それからレアルってものもありますし、マイナー通貨ってのはいっぱいあります。ドルにユーロにそれから日本円、その他にもポンドがありますしね、あとオージードルって言ってオーストラリアのドルっていうのもあるんですよ。そういう通貨の組み合わせの中で通貨強弱っていうものが存在します。要するにどの通貨が何の通貨に対して強いのか弱いのか、この関係性でもってですね、FX っていうのは勝ったり負けたりが出てきますので、こちらの方通貨強弱の概念をねマタフというサイトを使って、見ていくことが大事になってきます。そして一番下にですね、以上の中でまず一つ得意分野を作るって書いてますけども、私の場合は得意分野ロウソク足というね得意分野、これを作ることによって勝てるようになったところがあります。まあ、もっと言ったらねフォーメーション分析かな、こちらの方ができるようになったんでまずは負けなくなりました。ですので皆さんもね移動平均線でも何でもいいんで、この中の一つの理論が本当にマスターできればそれだけで勝っていきます。とりあえずはまず一つ得意分野を作ってください。得意分野の概念っていうのは人に説明できるレベルで理解しているものっていうふうに考えてください。さあ得意分野どれかできそうですかね。得意分野ができなければ勝てません。ですのでまずはねここに書いてある10個の項目、それぞれ9個か9個の項目ね、それぞれ、調べて学習して記憶して試しに人に説明してみてください。で説明する人がいなかったらねツイッターでつぶやくとか、どっかね SNS に書くとか、ブログにアップするとか、動画で喋るとか、もっと言ったら自分の買ってきた105円のノートに書き込んでもいいです。必ずねアウトプットをしてください。人に説明するつもりでアウトプットをしてください。これねここまで言ってもやらない方ばっかりなんですよ。やらないから全然力つかないんですよ。これ本当ですからね。ぜひねそういう風に進めていただきたいと思います。はい、では PDF ファイルは以上ですかね。特にね一番最後にお知らせした学習項目ってところ、本当に甘く見ずに手を抜かずにやってみてほしいと思います。全体見てみますよ。本当にたったこれだけのことしか書いてません。 PDF ファイルにしてたった3枚です、ね、たった3枚なんですけども、これを説明するのに私はねエビナに行って4時間かけました。でもまだ時間足りなかったんで、こうやってねいつでも見返せるように動画の方を作りました。特に最近速稼塾に入られた方で FX をやっていきたいって方がねやっぱりいらっしゃるんですよね。でその方に、頼まれてっていうかね、その方に私がこの FX で覚えておけばいい初期の学習の方法をね搭載してますから、そちらの方も見てくださいねっていう風に私の方からお約束したんでね、これ作らせてもらいましたけども、また FX に興味があるほとんどの方にこれね必要な資料だと思いますので、大切に保管しておいていただければと思います。それでは今回は以上です。また FX の講義をお送りしますのでよろしくお願いします。